こんにちは、なみさん、お疲れ様です。動画の方、ありがとうございます。まあ、デジカメのね、ショット数ってのは、うん、確かにデジカメをしてる人では、特に中古転売をしてる人では、結構ね、気になるところで、まあ、やり方は、調べる方いるでしょうね。うん、カメラのレンズ転売の時に、ショット数って書いてあったりしますもんね、うん。あれが寿命を表すものだということで、なんかあれですよね。まあ、車のタイヤの溝みたいな、ブレーキパッドの、 チビリみたいなやつがありますよね。ブレーキパッドって確かね、5ミリぐらいあって、3ミリ減ったら交換みたいなことを言われたりするんですけども、残りの2ミリどうするんだっていう話もあるんですよね。まあその辺も、ちょっと聞き走りなんで、詳しくわかりましたら動画にしたいと思います。はい。それで、今ね、ナミさん。ちょっとたまたま、YouTube で動画を見たんですけども、それがですね、 まあ子供を産むべきか、産まないべきか、みたいなね、そんな論争があって、パネラーの方がいろいろ喋られてたんですけども、子供を産まないっていうふうに言われてる方っていうのは、なんかね、その、コスパが悪いっていう意見があったり、子供を産むと自分の自由とかお金とかがなくなっちゃうよ、というふうなね、まあ、もっともない意見なんですけども、まあ、そういうふうにね、新しい生命を損得で考えちゃうと、 もう終わっちゃうかなって思うんですよね。えー、むしろ、損得を超えたところに我が子を宿したいとかね、自分の家族を迎えたいっていう気持ちがあるのかなと思っちゃいますけども、まあ、こういったこともね、なんかこう、やりとりできたらいいなと思いますね。さあ、それでですね、タカさんのことなんですけども、おかげさまで気になる男シリーズは20話を超えて、まだまだ先がありそうなんですが、 まあ、タカさんもしっかりと返信してくださいますし私の方も動画の方撮り続けてるわけなんですけども、まあ、視聴者さんもねかなり興味を持って見てくれていて最初の方は再生数そんなに上がらなかったんですけどもだいぶ再生数が上がってきまして今大体いい50回再生とかが出てきたかなってところなんですよね、まあ、最初はね本当十10とか20から始まって 2話、3話、5話と言ったんですけども、うん、もうなかなかいいテーマを毎回毎回キャッチボールできてるなと思うところですね。ぜひナミさんもいらっしてくださいえ。なんか怪現象が起きてますけどもね。はい、それでは本日は以上です。よろしくお願いします。